日本の皆さん元気でしょうか。疲れて大変です。今日すぐ酔っ払うと思います。でもその前に酔っ払う人がいるんですよね。あ、どうも、ラスベガスです。あ、どうも。はい、乾杯。お疲れ様です。はい、まず飲み物頼み方下手。ビール飲めない。そう、ビールでしょ。ビールが飲めない。汗かいた後、ビールでしょ。これはレモン。何これ。レモンサワーです。女の子じゃん。いつ以来ですか、こうやってお酒飲むんですか。あ、結構お久しぶりですもんね。だいつも飲むと寝ちゃうから。寝ちゃうから、ほんと寝ちゃうんで。寝ちゃう、僕も弱くはないですよ。弱くないですけど、でも強いのレベルがちょっと違いすぎるんですよ。もうちょっと化け物級なんで、あんまり化け物って表現は。でも化け物になっちゃう。トゥーリオって言ったら、まあ、印象に残る、まあ、浦和でしょ。浦和、名古屋でしょ。その中でさ、印象残った試合とかさ、ある、ね、通的に。いやでもやっぱ優勝した年の、それはどだからガンバの、ガンバ対浦和の試合、もう最終戦に直接対決、どっちも優勝あるっていう、そういう形でさ、あんまないじゃん。ないない。強かったガンバ対強くなってきた浦和でね、ちょっとライバル対決みたいな感じになって、やっぱりは大事だったな。で、お前でも俺に勝った試合あったじゃん。ファーストステージ、セカンドステージ。ああ、そうそう、レッツとね。レッツと。あれもすげえじゃん。いや、あれもすごかったけど。何万入ってたんだもん。そうね。7万ぐらい入ってた。7万ぐらい。まあ、横浜ね。横浜ね。だから、ほんとね、まあ今ね、こういうあれだけど、幸せな時代だったと思う。でも、魅力も結構あったじゃん。あったよね。あったあった。個性もあったじゃん。あった。ね、いや、あった。でも、ほんとね、いい悪いとか抜きにして、そう。キャラクターが濃い人がうんと多かった。もう松、松みたいな人とかさ、ね、応援し、敵だけどさ、応援したくなるじゃん。そうやね。なんかこのハートがね。そう。ああいう人を見るとさ、代表から変えるみたいな感じあったじゃん。あった。いや、今では考えられない。考えられない。ああいうに憧れて、俺が頑張ってる。そうだね、かっこいいなってね。なんか、外出て、なんか出してされた。ああいうのあったじゃん。楽しいじゃん、見てる側も。ねえ、確かにね。すげえなと思うよ。超綺麗な人じゃんみたいな感じで。花があったというか。面白いじゃん。ね。ね。こう、プロサッカー選手っていうか。お酒飲むのとか飲まないのとか、別にいい悪いは抜きにして、今の子たちってあんまりそのプライベートで、結構、まあ自分を律するみたいな選手は多いんですけど、でもその遊び心がなかったり、そのスター性とか、そのなんていうんだろうな、その真面目に考えすぎちゃって。お前優しいね、やっぱ。俺はそういう考えじゃないんだよ。引退をね、決めた理由も、まあ俺自分の中の本能的なものが消えかけて、正直なところね、ぶっちゃけの話でさ、ああいう若手たち、おはよう、お疲れ様ですって言えない人たちと同じロッカールームを見るのも辛かったし、そのギャップが俺の育ってきた、日本人に育てられたことの良さがちょっと消えつつあった、サッカー界だったから、いいものは残していかなきゃいけない、いや、それはそう思う、ね、ちゃんと礼儀正しく、ね、先輩に対してリスペクトする、やることになったらちゃんと思い切ってやる、負けたらやっぱヘラヘラしない、そういうのあってのことやった、それどんどんなくなっていったから、それもちょっといただけないな、もうちょっとしっかりしてくれと、そういうとこあっての日本ですからね、ちょっと薄れてきてるような感じはするからね、まあ、今の子たちっていう作りは良くないかもしれないけど、こう頭ごなしに、まあ、バーっていう言い方で伝わる子もいれば、こう、なんていうか、そう、同じ目線に。お前の言ってる、正しい、正しい、いや、正しいっていうか、俺多分惹かれるタイプ。バンって言ったら、うおってなって終わり。でも、必要なの。絶対的に、トゥーリオみたいに、こうやってバンって言える人がいないと、間違いなく、この上のこの、なんていうの、もう一個レベルアップみたいなところには絶対いかないの。その若手たちも、どんどんとしとってきて、で、会ったりすると、いや、ありがとうって言われる。何がありがとうって。
いや、トゥーさんにあの時ね、いろいろ言われて、うん、この年になってやっと気づきましたとか、うん、やっとトゥーさんのことを言ってたことが理解できるようになって、なんか嫌だから言ってるんじゃなくて、良くなってほしいっていう、うん、もう嫌な人だったらもう話もしないからね、うん、だからそういうことも含めて、まあ、今のサッカー盛り上がるためにそういったこともやっぱ受信していかないといけないなって。トゥーはね、まあ、よくしたいんですよ。簡単に言えば、よくしたい。じゃあ、サッカーやる上では、勝ちたいと。その一番の本質を分かってるわけですよ。この勝負の世界の厳しさを知ってるからこそ、だから、それを言うって。言ってやらないと、もうお前は終わりだぞっていう。提言を常にしてるっていうところ。何して遊び、何して楽しんでんのかっつって。いや、韓国の音楽聴いたりとか、K-POP 聴いたりとか、鏡の前で踊ったりとか。K-POP 悪いわけじゃないよ、うん、おいおいおい、尾崎豊聴け浜松聴け美空ひばり聴け、マジ俺からしたら何、うん、鏡の前で踊るのふざけてるんだろ、サッカー選手だよ、アイドルじゃねえんだろ、日本人より日本の心を持ったなんか武士道とかなんかがハマる。いやもうずっと本当にいい話するんだよな。いやもうこの人ただの怒ってるおっさんだよ。いや本当にやっぱね、言えないこと言えるっていうか、ズバッと言う、ズバッと言える。でも嫌われることが多い、うん、でも嫌われることを恐れてないし、まあ何とも思ってない。まあ気にはするけど、まあ、やっぱこう通さなきゃいけないっていうか、いろいろいろんな人に教えてもらったことをそのまま伝えなきゃいけないっていうのもそうだし、自分がどう見られてるかとか、まあそれはあんま関係ないよね。関係ないじゃん、うん、でもそこって日本人の人が結構気にしちゃうポイント。ああ、うん、みんなに好かれようと思う。そう、みんなに好かれよう。俺はそれはできないと思う。そう、でも自分のやりたいことは何なのっていうところが一番大事じゃん、うん、自分の伝えたいことは何なのっていう、それがストレートに伝わるから、俺はだからあなたはいつまでたってもリスペクトなんです。俺ずっと待ってたの。何してんのかな。Se é que a bebida ameniza paixão, amargura e desprezo, esse alguém sou eu vivendo sozinho por alguém que não vive mais do meu lado. Será?